こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？まあ、D は違いますよね。じゃあなぜそれを感じるのかと言われたら、教習所の左側。そうです。was という B 動詞があって、で、動詞選択肢を選んでいただいても、皆さん ED ついておりますので、受動態になりますよね。で、なおかつ皆さん、教習所のみやは、前置詞 by がついてるのも皆さん目安になりますよね。あと皆さん、受動態になってるということは、選ぶべき動詞は他動詞。そうです。他動詞だったら受動態にできますよね。ですから言い方を変えると、自動詞は×。で、その観点からいくと、やっぱり選択肢の D はダメですね。皆さん、acquired と来たら自動詞。で、すぐ自動詞かどうか判別できなかったとしても、皆さん、acquire の右側、前置詞 to とよく使いませんか？そうです。直後に前置詞を置いているということは自動詞。そういうふうにも判別できますからね。で、そうすると皆さん、選択肢 C もすぐ削れそうじゃないですか？皆さん、result、後ろ前置詞。in もしくは from。 そうです。 result in とか from。 皆さんこれよく耳にしませんか？で、あとは皆さん選択肢の A か B かなんですが、選択肢の B happen。 皆さん自動詞ですか他動詞ですかと言われたら、そうです、物事が起こる。そうです、がつきますよね。まあ逆に物事を起こる、そうです、おはつかなさそうということは他動詞ではなさそう。そこから自動詞と判断していただいて OK です。ですから正解は A。 で、改めて見ないように確認いたしますので、教習所の左側をご覧ください。その事故は何によって引き起こされたんですか？まあ、直訳はそんな感じですよね。まあ、ちょっと訳すると、結局その事故の原因は何ですか、まあ、何だったんですかということでよろしいかと思います。で、今回この問題を選んだのはやはり自動詞なのか他動詞なのか。で、自動詞の場合は後ろの前置詞、そのあたりの確認をお願いしたいと思いまして採用いたしました。ぜひ記憶していただけるとよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて。で、丸1番から丸3番。そこにある語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。